米粉でホットケーキミックスを作りましょう。用意するのはもうこれだけです。道具は、はかり、それから、このジップ袋に直接測っていきます。で、だからって言って、このジップ袋を、この、はかりの上に乗せたら、ちょっと安定感がないので、何かこう、安定させれるもの。なので、ボウルの上に、こうやってジップ袋をセットしてください。これが道具ですね。材料は、米粉です。米粉。で、きび砂糖。きび砂糖は、お砂糖はもう、お家で普段お料理に使っているお砂糖で構いません。それから、コーンスターチ。ベーキングパウダー。お塩です。お塩も、普段お料理で使っているもので構いませんし、もし使いたくなければ、塩分気になる方は入れなくても構いません。これだけです。じゃあ、作っていきましょう。直接この中にはかり入れていきます。この順番です。まずは、米粉ですね。で、レシピには作りやすい分量で書いていますので、ちょっと少なめかもしれません。ですので、倍、2倍、3倍にして作ってください。私は今日は3倍で作ります。ので、まず米粉を、このボウル、安定させるためのボウルにセットしたジップ袋の中にはかり入れていきます。米粉を測ったら次がきび砂糖です。きび砂糖をこの上に入れていきます。きび砂糖を測ったら次、コーンスターチです。コーンスターチをまたこの袋の中に入れます。コーンスターチが入ったら次、ベーキングパウダーですね。ベーキングパウダーをまたここの中に入れていきます。そして最後はお塩です。を入れます。これで全部材料が入りました。そしたら、もう混ぜるだけです。なので、どうやったら混ざればいいので、どうでもいいです。こうやって袋を振り回して、よくよく混ぜてください。混ざったら、これが米粉のホットケーキミックス完成になります。いかがでしたか？新しい動画が公開されたら通知が届きますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。音羽のかおりでした。